今日の動画では網走から釧路湿原へ向かっていく様子をお見せします。夫婦で家を手放しキャンピングカー生活を始めて650日、春に沖縄を出発して今年の目標通り夏の北海道を旅しています。この車にはクーラーがない。だから北海道で毎日車中泊をしています。北海道に来て60日、まだ一度もクーラーが必要だったことはなく、夜も快適に眠れています。やっぱり車中泊、一番の暑さ対策は北海道に行くこと。道の駅網走を出てすぐやってきたのはこちら、流氷ガラス館に隣接するカフェボーシーは、ここっぽいですね。好きなグラスを使ってます。かわいい。おお、すごいすごい。倒れやすいので気をつけてお召し上がりください。はい、おすすめの食べ方は上からかぶりつくです。おお、すごいですね。予想以上に大きかった。すごい、おいしい。おいしいよね。崩れないように。行きます。いいよ。濃いね、アイス、うん、甘い。おいしい。こうやってやらないと取れない。作ってます。すごい、うん、浮ガラス体験だって。浮ガラス体験すごいね。すごい、すごい。隣にはガラス工房やショップもあり、こちらのカフェの中にもグラスやライトなど可愛いガラスが至る所に使われていて、素敵なお店でした。網走国定公園、湖、清水原生花園園地。広い北海道ですが、道の駅以外にも休憩できるような駐車場や公園も多く、いろいろ立ち寄りながら移動します。ここかな。これ。なんだったっけ、腰水、これか。多分これ。これで。剣が。どっかにあるんだ。剣が。ついに北海道情報誌ホをゲットしました。ゲットを使いまして。1人割引半額になりました。はい、じゃあ行きましょうね。じゃあね。すごい、ね、これ単調するとかいそうだわ。いそう。すげーわ。すごい。
道の駅シャリに来ましたけど、駐車場はどこですか？多分こっちですね、左。なんかすごいキラキラしてるね。うん。じゃあ、うちゃん。はい。今から、天国へ続く道へ行きます。いいですか？です。撮影だね。これもうすでにすごい道が見えるんです。坂が見えてきましたよ。見えてきた、ね、次に来たのがこちら、天国へ続く道。こちらは果てしなく続く道がそのまま天に続いているような絶景が楽しめる有名なスポット。私たちが来てみたかった場所の一つです。お疲れ様でした、うん、展望台。展望台がありました。すごい海が見える。到着しました。すごい景色、海もすごいし、こっちの道もすごいです。おお、すごじゃーんですね。おお、これはすごい。津別に到着しました。目的地は左側です。今日はこちらの森津別で無料パスポート使います。こちらです。受け付けてスタンプをもらいました。この辺りは鹿によく会いました。草原が続いていて、こんな風に自然界の動物と出会うと地球に生きていることを実感するようです。お、着きました。続いて左方向です。摩周温泉道の駅。ここもキャンピングカーめっちゃいますね。めっちゃいますね。さて、次に来たのは道の駅摩周温泉。ここめちゃくちゃ気に入りました。なぜかというと足湯があります。道の駅には足湯が時々あるんですが、北海道の足湯はレベルが高い。疲れが癒されました。大輝くん、おはようございます。今日は
足湯に入ってまーす。はい、入ります。すごい。あっしゃー。あったか。あったかいね。いいね。気持ちいい。マシュー駅の目の前のお店に来ました。大輝くん、はい、すごいよ、駅にね、足湯がある。すごくない？すごいね。あ、かわいい駅だな。かわいい駅だね。ね、面白い。すごい、足湯があるってすごいね。すごいね。今日来たのはポッポ亭というお店です。道の駅マシュ温泉を出てすぐ来たのはこちら、ポッポ亭。おしゃれで落ち着く店内の雰囲気が素敵でした。しかも電源も使わせていただけて、こんなところでのんびりしたい。この日は雨も降っていたので、ドリンクも頼んで少し仕事もさせてもらいました。また行きたいスポットです。はい、これが食べてみたい。おー、おー、すごいですよ。すごいですね。美味しそう。よかったね。うん、はい、すごい、すごいですね。可愛く盛り付けられてる。良いか。うん、おいしい。すごい。いただきます。はい、おいしい。おいしいよね。うん、すごい。リカのチキンナンバーです。おいしそう。待ってよ。はい。どうですか？うん、おいしい。おいしい。非常においしい。おいしそうだな。すごいね。チキン南蛮です。はい、いいじゃん。美味しそうじゃん。美味しそう。今日も雨がすごいです。すごいですね。なんか天気予報がね、しばらく雨っぽいんだ。おはようございます。おはようございます。今日はちょっと天気が大丈夫そうだからね、はい、ちょっとね、釧路湿原に行きます。いよいよ俺が行きたかった釧路湿原行きます。いよいよ。はーい、じゃーん。さあ、いよいよ釧路湿原、ね、天気に合わせて観光できるのもバンライフの特権です。たくさん動画を撮ってきたので、釧路湿原の様子は次回お届けしたいと思います。北海道は広くて、行く先々でいろいろな食事やスポットが楽しめています。まだまだのんびり時間をかけて北海道バンライフをしていきます。次の動画も楽しみにお待ちください。